皆さんこんにちは。音楽コンサルタント横田修林です。今日はですね、ジョイサウンドのカラオケ2014年間ランキングを発表したいと思います。早速ですが、こちらからご覧ください。はい、こちらのランキングにありますようにですね、これ今年のランキングなんですが、第1位、Let It Go、松たか子さんということで、始まりまして、 AKB の恋チューン、千本桜、もうですね、1995年発売からずっとね、ランクインしている、残酷の天使のテーゼ、エヴァンゲリオンですね、花水木めめしくて小さな恋の歌、奏で栄光の架け橋、 RPG というような感じになっていってるんですが、11位以降もちょっとお見せしますね。こんな感じでですね、20位まで、見てもらいましたが、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、今年のヒット曲でランクインしているのはどれかという話なんですね。そうすると、Let It Go と、あと何ですか、10位以内はないんですね。で、今度11位以下で見ていくと、何が出てくるかっていうと、これも実はなくて、生まれて初めて、扉開けて、これも、両方ともですね、穴行き関係ですけど、これしかないんですね。で、ちょっとあれと思ってですね、調べてみたんですけど、これちょっとまたね、別の機会にもっと詳しく調べて、出したいと思うんですが、実は毎年ちょっとずつですけど定番曲が増えている傾向にあって、それがまさに今年のデータ見るともう完全に入れ替わってしまったなっていう気がしています。例えば、これね、データを調べてるんですけど中になくてですね、2007年ぐらい、今からだからちょうど7年前ですね、2007年ぐらいまではまだカラオケランキングの上位っていうのは当時のヒット曲が割と上位に来ているっていうのが、例えば変な話、10曲中8曲は今年のヒット曲みたいなのが続いてたんですけど、この頃からヒット曲はランクインするんですが、いわゆる定番曲が増えていく。例えばここの例で言えば、一番古いのは多分花水木、が、いわゆる定番曲になって、今ちょっと10人に落ちてますけど、グリーンの奇跡とかが、定番になっていって、あとモンパチですねの小さな恋の歌とか、スキマスイッチ、奏で、ユズの栄光の架け橋みたいなのが、どん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 ですね、定番曲が増えていく。で、これ20位の方を見ても、同じで、例えば天体、バンプオブチキンの天体観測とか、例えばスピッツのチェリーとか、レミオロメンの粉液とかっていうものが、いわゆる定番としてずっと入ってきながら、来ると。で、おそらくこの中で恋チューンは、もしかするとこれ、来年ぐらいも続くんであれば定番曲として加わっていくんじゃないかなっていうイメージですね。例えばヘビーローテーションとかが結構ランクインしてたんですけど、これもちょっと一回も、下がってしまって、もしかすると、恋チューンは、なってくる。これ、千本桜も多分もう定番になってくる。めめしくてとかもね、もう定番になってくるということで、こういう流れでヒット曲が1個入るみたいな感じになってきたということが、ちょっとカラオケランキングとして面白い傾向になってきたな。まあ確かに、曲っていうのは腐らないので、昔の曲でもいい曲があれば、歌い続けると。で、当然長く歌ってる方が、新曲よりはですね、こういう累計のランキングの場合はやっぱり有利ですよね。その1月発売であればまだ別ですけど、12月とかね、後期に発売になってる場合は当然半分のランキングしかないわけだから、不利だし、月間ランキングは別ですけどね、年間ランキングにしてしまうと、こういう傾向が続いていくのかなっていう気がして、なんかこれが、ちょっとずっとね、遡って見てたんですよ。14、13、12、11、19と見ていくと、だんだんこの定番率が高くなって、新曲率が低くなってるっていうのが感じられたと。で、ちょっとこれ面白い傾向なので、またね、まとめて、レポートをね、書こうかなっていう気になったぐらいね、ちょっと面白い傾向になっていました。
ということで、まあ、カラオケランキングを見ても、レッド・イット・ゴー強しということで、シングルカットされていないにもかかわらず、これだけ売れたっていうことは、まあ、かなり今年を代表する曲と言っていいんじゃないかなと思います。はい、今日はカラオケランキングをお伝えしました。音楽コンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。